皆さんこんにちは、花丸帝国です。今回も君とお話コーペンちゃんの続きやっていきたいと思います。じゃあ今回は抹茶コーペンちゃんでやっていきたいところなんですけども、確か前回これかな、四つ葉、そうこのお出かけの葉っぱ帽子コーペンちゃんか、これをねゲットしたので、あれなんかダウンロード中が長いな。今回はこのコーペンちゃんでやっていきたいと思うんですけども、なんでダウンロードが始まらないですね。あれなんでだろう、着せ替える、あれダウンロードが始まらない、なんでだろう、通信がちょっとおかしいんですかね。あれちょっと一向に始まる気配がないので、ちょっと今回はじゃあ抹茶コーペンちゃんのままいきましょうか。今年の思い出たくさんお話しする。今年はまだまだ始まったばかりですけどね。じゃあ、かわいいですね。じゃあ早速お話ししていきましょうか。あ、お話というか、じゃあ、ちょっとね、今回は前回のパートで、ナンバーいくつだったっけ？これ。ナンバー21と24がね、解放できなかった。たんですよね。それでコメント欄の方で教えてくれる方がいたらこう書いてくださいっていうことをね前回お伝えしたと思うんですけど、そしたらこう見事ね教えてくれる方がいました。本当にありがとうございます。なのでじゃあ今回はこの2つからまずはね解放していきたいなと思います。いろいろ、いただいたんですけども、まずは、正解はじゃあ後に取っとくとして、じゃあまずはかなさんですね。かなさんがナンバー24のこのイラストをかな、持っているといいことがあるモフモフのことっていうことで、ポッケに入れておくと大吉な感じになれるモフモフ。いやこれ僕全然わからなくてね、綿飴とかって言いましたよね確かね、大吉。いやこれ、いやすごい可愛い答えもらったんですよね。じゃあ打っていきたいと思います。こちらですね。はい、北海道。いやー、北海道もね持っていると幸せに確かになりますよね。ましてやこういう寒い時期、北海道はポッケに入れておくだけで幸せな気持ちになれるアイテムの一つですよね。いやまさかね、こんな答えが浮かんでくるなんて、やっぱりコーペンちゃん好きな方っていうのはすごいですね。頭に浮かんでくることもコーペンちゃんのように可愛らしいものが多いんじゃないでしょうか、なんてことをねコメント欄見て思いました。まあ結果的にね北海道は正解ではなかったんですけども、いや本当にほっこりするお話をかなさんありがとうございました。でじゃあまずこれの答えからなんですけど、リンゴリンゴさん、キクリンコさん、タヌーさんからねいただいたんですけども、こちらの答えはおそらくこれで合ってるんじゃないかな。打ちますね、たいき、はい、こちら見事言葉辞典解放ですね。大吉モフモフでした。ちょ見てみましょうか。これ大吉モフモフ、こういうイラストがねあったんですね。ちょっとここは僕は分からなかった、大吉モフモフもうそのまんまじゃないかって思いましたけど、へえ、ポッケに入れておくと大吉な感じになれるモフモフ、そのまんまですねこのヒント。これはコーペンちゃん力がありませんでしたね。いやでもこうやって教えていただけたからこそ解放できたので本当にありがとうございました。で次なんですけども、これがね難問でして全く分かんなかったんですけども、こちらもねリンゴリンゴさんとあとタヌーさんですかね、本当にありがとうございます。これもおそらく合ってるのかな、やってみたいと思います。無事ね解放されたんですけど、ボンネット
ボンネットっていう帽子があるんですね。ボンネット、初めて聞いた。ちょっと見てみましょう。プップクプーのプーなんですね。すごいモコモコの。へえ。え、ちょっと待ってください。これがボンネットなんですかね。フリルのついた帽子。違いますよね。さすがにこれはボンネットではないですよね。いやーでもよく知ってますね。びっくりだよって感じなんですけど、ボンネットなんて聞いたこともなかったですよ。いやーでも頼りになる視聴者さんがいて本当に助かりました。いや、これからももしこう解放していく上でわからないものがあったら、今回のように教えていただけたら嬉しいですね。うん、いや本当に助かりました。これからも頼りにさせていただきたいなと思います。じゃあ今回はもう早速イラスト解放の方に入っていきたいと思いますね。これ25からやっていきましょうか。コメントじゃなくて言葉辞典のヒント、音楽に合わせてする体操のこと、夏休みの朝にすることが多い。はい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 、これはこれはわかりますね。わかりますか？わかるよね。わかりますよね。ラー、はいはいはい、これですね。うん、合ってる合ってる。動いて偉い。ラジオ体操か。ラジオ体操大好き。毎日毎日スタンプもらっちゃうよスタンプ貯めたい。確かにコーペンちゃんとかスタンプとか大好きなのかな。ラジオ体操確かにな、小学校の時やってた記憶ありますよね。僕はこう実家がこう住宅地なんでね、その住宅の人たちでみんなでこう集まってやってた記憶ありますね。うん、すごくだるかっただるかった記憶ありますね。確かにそう、毎日行くたびにスタンプをしてもらってね、だからサボった日とか分かっちゃうんですよね。懐かしいな。ラジオ体操っていうワード聞くまではもうすっかり忘れちゃってましたけど、今一気にフラッシュバックしてきましたね。動いて偉い、すごい。二人でね、これ体操してますね。じゃあ次、いろいろな問題を出す遊び、カタカナ3文字、なぞなぞとも言うね。いろいろな問題を出す遊びのこと、カタカナ3文字。ん？カタカナ3文字？え、なんだろう？謎トレ？トレーニング？え？トンチ？トンチが効いてるね。違うね。え、なんだろう？え、ちょっと待ってください。あれ？ 3 文字ですよね。カタカナ3文字でいろいろな問題を出す遊び。え？あれ？なんだろう？あ、わかった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 。わかりました。いや、簡単ですよね。これもう絶対皆さんすぐに気づいたと思うんですけど、なんかこう、実況をね、こう撮りながらだと、普段思いつくようなことでもね、なんか浮かんでこなくなっちゃったりが結構あるんですよね。やっぱりこう、多少なりとも緊張してるので、まあ、とりあえず打ちますか。これですね。はい、こちらですね。クイズ。そうそう、クイズ。確かにクイズだよな考えることもなかったですよね。いやでもね、なんだろう、やっぱり実況を撮ってるとね、浮かんでこないんですよね。普段できていることができなくなるみたいなね、そんな感覚になるんですよね。だからネプリーグとかってあるじゃないですか。あれでよく見てて思うんですよね。なんでこんな簡単な問題も出てこないんだよみたいな。ファイブボンバーって言いましたっけ、制限時間以内にね答えるやつ。あれ見てて、なんでこんな簡単なのが出てこないのかなみたいな、思ったりするんですけど、本当に気持ちわかりますね。なんかこう浮かんでこないんですよね。本当こんな感じですよ。出てこない言葉がじゃあ次、27、運がいいこと、持っていると運気がアップするものを、なんとかアイテムですね。これはピンときました。じゃあやってみようかな。
これはわかりますよね。ラッキー、ラッキーアイテム、いいですね。ラッキー、あれ、ラッキーは、あったあった。少し電波が悪いのかな。今日は昨日よりいいことある。かわいい、モニモニしていますね、コウペンちゃん。きっとこれはいいことがありそうだ。じゃあ次、28。危険な場所から、危険な場所や状態から抜け出すこと。ピンチなんとかバリア、ピンチ避けバリア、違うな。なんだっけこれ。確かね、何個か前にあの関西弁でお話しした動画を出したと思うんですけども、そこで出てきましたよね。なんかこれ字幕書いた記憶あるな。なんだっけ、ピンチなんとかバリア、あ、脱出ですね。そうだそうだ、思い出した。ピンチ脱出バリアって、だから脱出でいいのかな。脱出、あ、できたできた。そうそうそう、ピンチ脱出バリア。あ、よかった、動画作っといてよかった。あー、まさかここで役に立つとは思いませんでした。このピンチ脱出バリア、すごい、なんか張ってますね。バリアを張って、なんだろう、ピンチから脱出できるバリア、へえ、どういう原理なんだろうか。これは何かから守ってくれるっていうよりはね、こちらを助けるためのバリア、バリアを張ってる間に逃げてってことなんですかね。何か悪い魔物から追われていて、大ピンチなところにコウペンちゃんが駆けつけてくれて、ピンチ脱出バリアを張ってくれることによって魔物を封じ込めてくれる、でその隙に僕たちが逃げるみたいな、そういうヒーローポジションのコウペンちゃんなんでしょうか。いや、頼もしいですね、これもね。かわいいな。じゃあ今回もすごい、しっかりこの抜けている部分が埋まって気持ちがいい。すっきりすっきりって感じですね。よかったよかった。じゃあ今回はね、またちょっと長くなっちゃってると思うんですけども、しっかりね、今回のノルマじゃなかった、今回もね、4つのイラスト解放できたということで、本当にあの教えてくださった方々、そしていつも見てくださってる方々、本当にありがとうございます。これからも僕一人の力だとね、どうしてもわからない問題が出てくると思うので、よかったら一緒に全解放を目指して共に戦ってくれませんか。戦ってくれませんかっておかしいですね。一緒にイラスト解放を目指して頑張っていってください。じゃあ今回のパートはこの辺で終わりにしたいと思います。また次回のパートで、もしくは他の動画でお会いしましょう。